はい、梅です。こんにちは。どうぞ。もう、はい、今日はね、オフ会終了報告動画になります。はい、先日ですね、こちらのディズニー夢チャンネルのオフ会の方を、開催させていただきました。でね、ガチのオフ会は2年ぶりですかね。で、またですね、池袋のコセットっていうコスプレスタジオでやりました。で、今回もね、約ね50人ぐらいの方にね、ご参加いただきました。ありがとうございます。で、コスプレスタジオなので、10人から15人ぐらいの方がね、仮装で参加していただきました。はい、今日はね、動画でちょっとその辺軽く振り返りなんかをしたいと思います。はい、今回ですね、ちょっと告知がちょっと急で時間がなかったんですよね。すいませんでした。会場のね、スタジオがですね、予定聞いたらね、ちょうどこの日が空いてるよっていう風に教えてもらって、だったらいけるじゃんと思ってですね、ちょっとなんか慌ただしいというかね、ちょっとスケジュール調整ね、都合つかない方もいらっしゃったみたいで、ちょっとすいませんでした。今回まずね、予定がちょっと合わなかった方、本当にすいません。それでもね、約50人弱の方にね、来ていただきました。ありがとうございます。遠方の方はね、岡山とかね、名古屋とかね、そういう遠いところからもご参加いただきました。本当にご足労いただいてありがとうございます。今回やりたかったのは、先日のアナハイムにね、2回行きましたんで、5月と10月にアナハイムに行ってきたので、そのアナハイムのお土産をちょっと皆さんになんか配りたかったなと思って、で、それがまあ目的というか、それがメインでしたね。T シャツとかですね、あとフィギュアのね、なんかポップコーンバケット、フィギュアみたいなポップコーンバケットとかですね、はい、その辺を配布させていただきました。プレゼントさせていただきました。なかなか好評でしたね、プレゼントはね。あとはね、僕が5月と10月に行った時にキャラクターの腕章をね、いっぱい撮ったんですけども、それかぶりなしで全員にですね、写真でプリントアウトして皆さんに無料でこちらもね、贈呈させていただきました。あとは缶バッジだ、缶バッジ、夢チャンネル名言缶バッジっていうのを作ってまして、で、これまでですね、32ミリサイズの缶バッジを作ったんですけども、これはですね、ちょっとちっちゃいよっていう意見をね、皆さんから多くいただきまして、で、もう一回り大きな44ミリの大きさで缶バッジを今回改めてね、作らせていただきました。で、かつですね、今までワードがですね、7ワードって言うんですか、7名言っていうんですか、始発に勝つとかね、そういうのをね、7種類作ってたんですけども、今回ね、ぐっと数増やして、まあ正確な数言いませんけども、めちゃめちゃ増やしました。でね、随時ですね、増やしていこうと思ってますので、はい、なのでね、今回参加の50人弱の方全員にお土産で1人1個ずつ配布させてもらったんですけども、こちら通販でも購入できるようにしてますので、これ概要欄に貼っておくので、よかったらそのね、興味ある方はね、概要欄の方から、はい、参照してください、ぜひ。で、あとスペシャルゲストとしてですね、ジョマジ君来てもらいました。ジョマジ君の手品は本当にプロなんで、すごいんですよ。めちゃくちゃこう驚きの連続というかね、大きな手品2つやってくれてね、いやーすごかったね。あれ見た方は分かると思うんですけども、めちゃめちゃインパクトありましたよね。さすがでした。いやー素晴らしいね、あれ本当に種分かんない、すごい、なんか超能力者に見えるよね。古いんだけど、ミスターマリックとかね、そういう感じでね、すごい、うん、鮮やか、華麗でしたよ。またお願いしますね。はい、こんな感じかな。あとはね、最後にね、みんなでね、ボンファイヤー踊って、また終わりました。よかったです。で、僕はですね、仮装はですね、本当はね、手下、アップルポイズンで行こうかなと思ったんですけど、なんかね、ベリミギのミッキーがね、えらい評判良かったので、で、アンケートを取って、で、急遽、ベリミギのミッキーで今回はオフ会参加しました。アップルポイズン期待されてた方すいません。まあでもね、ベリミギもめちゃくちゃ評判良かったんで、はい、それはそれで見てもらえたんで良かったですね。
はい、こんな感じでですね、オフ会の報告でした。とりあえずね、缶バッジの方44ミリで作り直したので、こちらブースの方でですね、物販販売してますので、よかったらこれぜひご検討ください。そしてですね、次のオフ会です。次のオフ会を決めました。どうしようかな、ちょっと動画分けようか。ちょっと動画分けますね。ちょっと次のオフ会でちょっと動画分けます。じゃあ後半へ続く。